島根県海士町。平成12年度活力のある町づくり自治大臣表彰受賞。その後の着実な成果が評価され、平成19年度地域づくり総務大臣表彰大賞に輝いた。島の未来は自ら築く、生き残るための覚悟と戦略。そこには地域が元気になるためのヒントがある。山陰地方の沖合およそ60キロの海に浮かぶ沖諸島。東側の大きな島を道後と言い、西側の3つの島を道前という。そのうちの一つ中之島、この島全体で一つの町海士町である。過疎化と戦う離島の町として知られるようになった海士町。しかし平成12年度自治大臣表彰の受賞後、町は大きな決断を迫られた。それぞれ一つの町や村として独立する道前の3つの島、それを一つにするという案が持ち上がったのだ。合併すれば財政的にも一息つける。しかし海士町は単独で生きる道を選んだ。3つの島がですね、一つでくくれというのはもう土台この無理があると。なぜならその小さいなりに完結型の島、島は小さくてもそれぞれ特徴があるというような中で、まず自分とこのその島が生きる術を早く見つけるべきだというその思いが強かったですね。島が生きる術、産業創出、行財政改革、交流促進、町はこの3つに答えを求めた。当時海士町ブランドの第1号としてヒットしたサザエカレー。これに続けと島の豊かな海の恵みをどう商品化するかに知恵が絞られた。現在キャスと呼ばれる細胞を壊さない最新の凍結技術を導入。新鮮な状態での保存が可能になり、これまで島の中で消費するしかなかった白イカや岩ガキなどの海士町の海の幸が続々とマーケットに流通するようになった。海士町の宝は海の幸だけではない。隠岐牛、これも島の顔だ。隠岐潮風ファーム、およそ400頭の和牛を育てている。海士町の新しい産業の象徴的な存在である。社長の田中さん、全くの素人から農場経営を始めた。これさすると気持ちいいからじっとしてるんですけど、ね、確かに気持ちよさそう。手間をかければ牛は必ず応えてくれるという。実は田中さん、町で最大の民間企業である建設会社の社長である。しかし公共事業頼みの建設業に限界を感じ、思い切って畜産業を始めたのだ。今までの公共事業のあり方っていうのが私たちは生かされとったっていうことなんですね。地方自治体から仕事を発注していただいて、それを受けして今まで経営なされてた。だから、全く努力っていうのがなされてなかったんですね。町の財政悪化とともに田中さんの会社も低迷の一途をたどった。ピーク時には19億円あった売り上げが半分以下に激減。経営者として決断を迫られた。こういう小さな町ですから、島ですから、各社員の家庭の中も見えるんですよね。だからあそこの家には今高校生が2人いて、上の子は大学っていうような状態が見えるわけです。もう仕事がないからもうやめてくれよと、まずそういうことが俺は言われないと思ってた。沖では昔から小規模ながらも畜産は行われていた。起伏に富んだ土地で放牧される牛たちの運動量は多く、
潮風を浴びる牧草は豊富なミネラルを含んでいる。隠岐は肉牛の生産に恵まれた条件が揃っている。しかし問題は離島ゆえの輸送コスト。ビジネスとして成立するにはそれなりの値がつかなくてはならない。いわゆるブランド牛として認められなくてはならないのだ。初出荷の時はものすごい高い評価を得たんですよね。それからというものが今度どん底になってくるんですよ。求めるものと違うものができてきたということで評価がどん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 下がってきたんですけども、最近になってそのどん底からまた這い上がってきた、今そういう状態だと思ってます。1週間後、東京の食肉市場で年に一度の和牛の品評会が行われる。アイネと名付けられたメスの一頭を沖潮風ファームは出品する。もし入賞するようなことがあれば沖牛の価値は一気に高まる。こんな小さな町でも何かやればできるんだなということが、まあ、やっぱりみんなの意識、どっかの気持ちの中に芽生えれば、またまたいろんなところでいろんな新たな取り組みができるんじゃないかなとは思っています。一頭の牛にかける思い、それは海士町みんなの思いでもある。町が変わっていく中で平成14年に就任した山内町長は徹底した行財政改革に取り組んできた。本土の民間企業に勤務し島に U ターンしてきた異色の経歴。火の車である町の財政を前にし、まずは自らの給与カットを宣言した。賃金カットは最悪な手法だと思っています。でもしかしこれは賃金カットはですね、当初は職員にまで求めてなかったんですね。ところがその管理職の皆さんがですね、その自分たちもやるんだということで代表の総務課長が来てですね、いやもうその僕たちもついていかせてくださいと。私はこれ正直言って泣きましたね。感激しました。そして海士町は日本一給料の安い自治体となった。しかし職員の士気は落ちていない。カットした給与を具体的な施策に生かすなど危機感を共有できる仕組みが工夫されているからだ。リストラの本来の意味は再構築。島の玄関口である菱浦港にオープンした上級街道金にゃもにゃセンターはその象徴だ。海士町を訪れる人が必ず通るこの場所に観光案内所やレストラン、地元の物産や魚介を売る店などを集約。そして町役場の3つのセクションを移転した。人と情報が集まる場所で存分に働いてもらおうというわけだ。土日祝日も稼働している。毎朝金にゃもにゃセンターの売店に島の農家から採れたての野菜が届けられる。対応しているのは町の職員。誰の作ったものがどれだけ売れるか、在庫の管理、一つ一つ値札を貼り付け、少しでも綺麗に見えるように並べていく。いやいや、そんなことないですよ。まあ、おまじないみたいなもんです今日も天気がいいんで、たくさん来てもらえれば、はい、ありがたいですけど。9時開店。今日も多くの人がやってきた。今朝取れたばかりの魚介、作った人の顔が見える野菜、自家製のパンを持ち込む人、お客さんが何を求めているかダイレクトにキャッチする。生きたマーケットを町が運営する。従来の役場という感覚はもう完全に私は今吹っ切れてると思います。職員の皆さんに、私は一つの企業だと思っています。ここから新たなビジネスが生まれるかもしれない。待つのではなく自ら動くのが海士町流なのだ。人口およそ2400人の海士町、そのうち200人以上が
最近の5年間に移住してきた人たちだ。島の新しい仲間たち、そのほんの一部を紹介しよう。大分県出身の後藤さん、海士町の商品開発研修生制度を利用してやってきた。福義茶という島に古くから伝わるお茶に目をつけ、その商品化に取り組んでいる。海士で学んだことを今度は大分では発揮すると、また大分で学んだことは海士に持ってこれるかもしれないし、なんかそういう関係のつながりができる役割を目指していますね。いいことしても悪いことしても全て自分に返ってくるっていうのがもう本当に見える形で分かるっていうのがすごく海士の魅力だと思いますね。町の観光協会で働くのは札幌出身の青山さん。彼が島に見入られたのは大学4年の時。東京の就職先と悩んだ末、こちらを選んだ。東京では見出せない役割っていうのがある気がしていて、ここで働いてみたいと思ってからもうなんかぶれなかったというか、もう自分の、まあ、いたい場所はこっちだなっていうのは感じたんで。沖潮風ファームにも一人、イギリスからやってきたフランクさん。海士町出身の奥さんと結婚し、この島で暮らし始めた。Very isolated, very different to Europe. I love it out here. It's very nice to be here. The setting is fantastic. Where you are, the weather is fantastic, the fishing is fantastic, and the farm life is fantastic. 町づくりは人づくり。この島で暮らしたい。そんな思いを町は受け入れ、生かし、多くの人がこの島で輝いている。海士町からおよそ600キロ離れた東京の食肉市場。全国から和牛が集まる競りと品評会を兼ねたイベントに沖潮風ファームも参加していた。ここで評価されればブランド牛として大きく注目される。100頭以上の中から優良賞、優秀賞、最優秀賞が選ばれた。果たして結果は。3章の中に入ることもできませんでした。残念。しかも関係者によると優良賞を最後まで争ったのだとか。最終のこの5番、314の牛との牛の決選投票であったんですけれども、最終的に7対5で負けたということです。競りが始まり、さらに明暗は分かれた。最後まで競った相手がこの日の最高額で落札。そして沖潮風ファーム。3104円。残念でしたけどもね、思ったことではありませんでしたけども、目標価格っていうのが2500円でしたから、3104円ということですから、まあまあの値段だと思います。ほんのわずかの差が大きな違いを生む。その壁を越えるために田中さんは前を向く。その視線の先にあるのはふるさとの美しい島、そして今日より良くなる明日を目指す人たち。財政的にも少しこう明るさが見えてきて、トンネルは抜けたという思いをしてますから、もう今から着実にですね、その一つ一つ、まあ、やっていくと。それが住民の皆さんがまた安心をしてですね、この島でその暮らせるということにつながるんじゃないかなと思ってますね。単にヒットを飛ばしてるというようなことではこれからなくて、もっと着実性というか、確実性を持った取り組みをしていく必要があると思ってますね。より着実に、より確実に、海士町の挑戦は終わらない。